ルイージミニキーには、イタリアのイタリア統一運動時代の聖職者、革命家、愛国者である。イタリア統一運動の初期にあたるナポリ革命の初期で、主導的な役割を果たした。1783年3月18日、ミニキーには、ナポリ王国のノーラの町に生まれる。1798年には、地元の神学校に入学し、その後、 コンベンツァル・セイ・フランシスコ修道会に入会した。しかし1818 18年には若い修道士を毒殺した疑いがかけられ、サンジョバンニー・マルドの修道院を出ることを余儀なくされた。それ以降はキリスト教から一定の距離を置くようになる。カルボナリに入会後は立憲に傾倒し始め、1820年7月1日には両シチリア王国軍機兵部隊を率いて、 ノーラで放棄を起こした。ミケーレ・モレッディア・ジュゼッペ・シルバティといったカルボナリの有力者、グリエル・モペペなどの有力将校の協力を受けたミニキーニの放棄は大規模なものとなり、7月5日にはナポリ郊外のサレルノに到達して、フェルディナンド一世を脅かして立憲を約束させること、革命政府を樹立することに成功した。革命政府内ではミニキーニは 民衆からの指示を受けることが重要と考えていたが、一方で、ブルジョアとの協力が欠かせないと考えていたモレッリなどと意見が対立。モレッリらが主導権を握ったためナポリを離れて、シチリア革命政府との調停や、サルデーニャ王国やロンバルドベネト王国に点在するカルボナリとの協力関係の構築に尽力するも、いずれも失敗した。その後オーストリア帝国により、 ナポリ革命政府は打倒されるが、ミニキーにはナポリを離れていたため放棄の主導者でありながら逮捕、処刑を免れた。追われる身となったミニキーにはスペイン、ついでイギリスに亡命してプロテスタントに改修すると、1825年にはアメリカ合衆国に渡って、その後イタリア統一運動に一切の関わりを持たなかった。1861年1月20日、 ミニキーには新聞を通じて、イタリア統一が果たされたことを知った一年後に、フィラデルフィアで死去した。ありがとうございます。